マーリンズ、ドジャース、19日、日本時間20日、ローンデポパーク前人未到の、50から5-0を達成したドジャース大谷翔平投手、30、が3打席連発の51号スリーランを放った。動画、大谷翔平、3打席連発51号本塁打。9回の第6打席で内野手のブルハンから右翼席上段へ51号スリーランを放った。 敵地ローンデポパークでのマーリンズ戦に1番 DH で出場。48本塁打、49盗塁でこの試合を迎え、6回の第4打席で49号ツーラン、7回の第5打席で50号ツーランを放った。盗塁は1回に3盗を決め50個に到達。2回に2は51個目となる2盗を決めた。 昨オフにエンゼルスから FA となりドジャースと北米スポーツ史上最高額の10年総額7億ドル、約115億円で移籍した大谷は、右肘のトミー・ジョン手術からのリハビリをしながら、今季は DH として打者に専念。本塁打は21年の46本、盗塁は同年の26を抜いていずれも自己最多を更新した。8月23日の本拠地のレイズ戦では40本塁打に到達し、 メジャー6人目の40本塁打40投塁を達成した。出場126試合目での達成は史上最速だった。8月30日の敵地でのダイヤモンドバックス戦では、アレックス・ロドリゲス、当時マリーナーズ、が98年にマークした最多ダブル記録の42本塁打42投塁を更新する43本塁打43投塁を達成していた。